ビラトリ町の博物館に復元された地世。札幌市厚別区。北海道博物館内に復元された地世世。ニスやムイが置かれている。アペオイ。キジリ石はない。イオイキ、チタラペで装飾した前に、交易で得た漆器を飾る。右側がプー。左側がヘペレセ。シラオイ町アイヌ民族博物館イギリス人の旅行家。 イザベラ・ワードが1878年に北海道を訪れた折にスケッチした知世の屋内見取り図。北東、南東の壁際には寝台が設けられている。いろりを囲んでの食事。奥の席に主人夫婦が座る。イザベラ・ワードのスケッチより、北海道に入植した開拓民が最初に作った小屋の再現。知世の建築様式が取り入れられている。 北海道開拓の村にて撮影地瀬は、北海道や千島列島、カラフトの先住民族であるアイヌの伝統的な住居建築である。地瀬は、周辺の山林から得られる自然気を素材とした簡素な木造建築で、掘立柱を地面に直に立て、柱と梁を組んで屋根を支えた寄せ棟の掘立柱建物である。建築材は、 木材とカヤダが地方によって多少違いがあり、同等では、スンク、フ、シケペニの樹皮で屋根や壁を吹いた、ヤーラ北地勢、イブリ地方では、カヤブキのサルキ期イ地勢、石狩川上流部やトカチ地方では、トテ全体を吹いた、トップラップ、北待地勢など、各地方に独自のものがあった。これは、風習や好みというより、その地で手に入りやすい素材を利用したものである。 しかし、同等のオホーツク文化時代の遺跡からは、樹皮吹きの痕跡が残る縦穴式住居が発掘され、さらに周辺が紅葉樹林地帯の村にも死に樹の川で外角を吹いた地勢が見出されることから、柔らき待地勢に限っては、自然条件に関かかわらず、オホーツク文化の伝統を守り抜いた建築であるとの説もある。この樹皮吹きの家は古くなれば、隙間風に悩まされるので、 樹皮の芯の上に茅を吹き重ねる例も多かった。北海道より寒冷な地域に居住するカラフトアイヌは夏のみ壁を樹皮で吹いたサチセに住み、冬季はトイチセという縦穴式住居に住む。トイチセは屋根を草で吹いた上に厚く土をかぶせ、保温効果を狙った建築だが、その居住環境は劣悪だった。そのため寒気が緩めば、待ちかねたように夏向きの地勢に移った。 さらに、千島列島の中部以北に住む千島アイヌは一年を通じて縦穴式住居住まいだった。北海道アイヌの知世は長方形の外角が基本で、部屋数は一部屋のみである。踏み固めた地面に茅を敷き、さらにその上に木がを引いて、床とし、茅で拭いた壁の上には、チタラペで覆って仕上げている。床の中央部にアペオイが切られ、 家の最深部の壁には、神聖な窓、カムイプヤが設けられる。このカムイプヤは神聖とされる東、あるいは地域住民に崇拝される山、あるいは川の上流部が覗けるよううがたれている。入り口は、この反対側に作られるため、地勢の立地は、地形の制約がなければ東西、あるいは川の流路に平行である場合が多い。なお、カムイプヤはカムイの実が出入りを許された窓であり、 イオマンテなどの儀式の細部もこの窓から出し入れする。この窓から他人の家を覗き見するのは賠償を取られても仕方がないほど無礼な行いとされた。以下、入口が西側、神窓が東側に設計された地性を例として内部構造を説明する。入口は寒気や風雨の侵入を防ぐため、瀬という前室で覆う。この瀬は玄関であり、道具の収納場所。 宇天寺の作業場でもある。家の北側は壁のみで北東隅に和人地との交易で入手したい子を収める宝物だな、いよいきが設けられる。新床、パッチ、おっちけ、ヘッジュ氏などの漆器やムシが霊々しく飾られており、その前の床は就寝が禁じられている。東側には前日のカムイプやらが設けられ。 東側から東南にかけての床は客人の就寝場所とされる。家の南面には最高用として二つの窓が設けられる。南東側の窓が一ムンプ屋で、南西側の窓がポンプ屋。家の南西軍は女性の席で、炊事もこの付近で行われる。そのため、ポンプ屋には汚れ水を捨てる窓という別名もある。 馬人の民家の囲炉裏は家族の座る席が厳重に決められていたが、それはアイヌの住居も同様だった。アイヌ式の囲炉裏は長い焚き木を焚けるよう、内地の木尻にあたる西側の席が土間のままになっている。それを除いた三方に家族が陣取る。北西が主婦の席、北東がチセ国が座る思祖、カムイプアを背後にした東側は客人が座るロルンソ、 呂の南側は春基礎である。そのうち男子は南東側、女子は南西側に座る。終寝時の寝床もほぼこれに準ずる。知世は基本的に一部屋のみだが、白老井など道南地方では年頃の娘を抱える家庭に限ってトーンプを家の南西側に増築した。これは娘を村の若者たちに公開することで、 結婚相手を探し出すための配慮と考えられる。地性の暖房設備はこの色りのみだが、一年を通じて、焚かれる日の熱が床でもある地面に蓄積されるため、陶器でも案外暖かく過ごせるという。明治時代、開拓市は、同化政策の一環として、伝統的な日本建築の住宅を建て、アイヌを移住させた。しかし、高温多湿の気候に向いた高い床式建築で、 北海道の寒さに耐えられるはずもなく、体調を崩す者が続出した。結局、その日本家屋の隣に地性を作り直し、そこで暮らしたという。家の周辺部には付属施設として、ヘペレセ、プ、アシン、ヘペレセフは、春の漁で池取りにし、冬のイオマンテで天界に送るためのヘペレを飼うための、もので、丸太をいげたみにした構造である。 屋内の主人席からカムイプやゴシに様子を伺えるよう家の東南東に設けられる場合が多い。高床式倉庫であるプには穀物や干し肉、干し魚を蓄える。害獣の侵入を防ぐため柱には襟も干しピレッペを取り付ける。出入り用のニカも普段は外しておく。便所は地面を掘りくぼめて簡単な屋根をかけたもの。男子便所と 女子便所は、それぞれ別々に設ける。なおアイヌには、大小便を肥料とする習慣がないため、内容物を組み取ることはない。穴がいっぱ杯になれば埋め、別の場所に、新たな便所を作る。このような建造物が集まり、古炭を形成している。構造材には、周辺の山林から切り出された木が使われる。プンカウ、ヤムニ、トゥンニ、ランコ。 ピンミなどの腐りにくく加工しやすい木が選ばれるが、腐りやすい単に、いには避けられる。これと別に結合剤として、初、くっちの鶴を大量に集める。予定地予定地で、自鎮祭を行った上で地面を鳴らし、原木は皮を剥いで簡単に削り、太ければ割って木材に加工する。その上で、まず屋根から組む。地面の上で、そっぺしにと、うまんぎを長方形に組んだ上に、 二つのツンニを立てる。二つのツンニの上に横木を渡して、機体を間にとし、それに従って何本ものリカンを立てる。これで、屋根の大まかな形が出来上がるので、胸着から桁にリカニをかけ、屋根吹き用の柵間を張る。その後の工程に差し支えなければ、ここで屋根を吹いてもよい。別進行で、柱の用意をする。地面を深さ70センチメートルほどまで掘り、 育くペを立てる。積雪の重みに家が耐えられるよう、先端を家の内側に傾けた。外踏ん張りの形状になるよう留意する。柱の先端は桁や梁を受け止めるため、Y の地型にくぼみを入れておく。天然のまたぎをそのまま利用してもいい。家の外角に沿って柱がすべて立てられ、すべての刻み面が水平で一直線であると確認されたら、 建築参加者全員で先に組んだ屋根の部分を持ち上げ、柱の上に乗せ、鶴で固定する。これで全体的な骨組みは完成する。なお、屋根を別に組んで、柱の上に乗せる工法は、小家族用の家、つまり人力で持ち上げられる重さの屋根のみに使用される。村長宅や集会場のような大型の地勢の場合は、柱や梁を組み、その上で屋根を組む。 しかし三脚を基本とした屋根の構造は同じである。次に壁、武器、屋根吹きに入る。屋根は骨組みの上にすだれをかけ、その上からかやや笹で吹く。吹く手順は、軒先部分である株から胸に至る上方向である。壁は柱の間に何本も先に渡し、それを手がかりに吹く。外角が出来上がった後に内部を造作する。家の中央に色を設け。 床に木が惜しく、壁も内たらべで折って装飾する。その後に、新築祝いが行われ、完成へと至る。北海道の縄文時代、俗縄文時代、7世紀から11世紀の薩文時代、オホーツク海沿岸に栄えたオホーツク文化を担った住民たちは、いずれも縦穴式住居に居住し、土器を自生していた。しかし12世紀のアイヌ時代の開始とともに、 土器作成の技術が失われ、代わりに本土より移入された鉄鍋や木桶、漆器が使用されるようになった。同時に住居も地面を掘りくぼめて床と壁を作る縦穴式住居から、この変遷の理由は不明である。また、薩門時代の住居には備えられていたかまどが捨てれ、煮滝は色々で飲み行われるようになった。室町時代から江戸時代を通じて、 アイヌ民族の住居として機能していた知世だが、明治以降は、同化政策によって建造されなくなった。現在のアイヌ民族は、移植住ともに、周辺の和人と何ら変わることはない。21世紀初頭の現在、アイヌ民族博物館、札幌市、アイヌ文化交流センター、ニブタニアイヌ文化博物館、河村カとアイヌ記念館、 北海道博物館などに展示用として建造された、知世が存在するが、日常的に人間が居住するものは皆無である。知世を建造するにあたり、知世子へのみを取り行う。まず新しいすすを打って三脚を作り、新居の色りとなる部分に建てる。この三脚にロバリを吊るし、その下に焚き木の燃えさしを三本置く。この燃えさしは、古種、建主の急遽の炉から、 アペフチの許しを得ていただいてきたものである。文献を建てるなど、全くの新築である場合は、一族の長老の家から燃えさしをもらう。近隣にヌサ山を設け、大地の神、森の神、先祖の神に稲を捧げるとともに、家の建設と材料の譲渡を願って祈る。この三脚やヌサ山はそのまま一週間ほど放置する。その間に何もなければそのまま建築に取りかかるが、 土砂崩れや洪水、火災に遭う夢を見た場合はその地での建築を諦め、別の場所で同じ儀礼を取り行う。土地を選ぶことができない場合は、役払いの儀式を行う。二人の長老がそれぞれ手に、園児の木で作った首都トイうを持ち、新居の神窓に当たる部分から出発し、家の外郭を一周する。家が完成した後は、地勢の実を取り行う。炉に長老が火を入れて、 稲を捧げ、神に、家の安寧を祈る。その後に関係者や、村人総出で主演を開き、祝う。儀式の最中、悪魔払いとして、屋根裏に矢を追いかける。この矢がそのまま突き立てば、吉兆としてそのままにしておく。老人、特に老女が死んだ檻は、遺体を墓地に土葬した後に、個人の持ち物を、家ごと焚き上げる。これを、知性不意か、顔マンテという。 女一人では、あの世で家を建てられないからとの考えで、家を来世に送るのである。この家焼きの儀式は、火災の危険を案じた正木藩や明治政府によって、何度も禁止令が出されたが、家の模型とともに、個人の遺品を焼いたり、解体した家の残骸よる衣の心配がない場所に、運んで炊き上げることは、昭和初期になっても行われていた。ありがとうございます。